ヤマハブースからお届けします。今回プレスデーということでいち早くまたがらさせていただきました。で実際またがってみると結構軽いんですね。で実際またがってホンダルも切ってみましたけど、割とハンドルも切れる感じで、オフロードバイクにやっぱり近い印象を受けました。で足つきはやっぱり両足つこうとすると結構ツンツンなイメージでした。ですが降りてちょっとですね、寝かしてみるとやっぱり MT-07 に通じる軽さを感じるんですね。これだったらトラクションコントロールとか入ってなくても結構楽しめるんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに荒木さんはどういった担当されてるんでしょうか。私はですね、国内に車両を導入するときにプロモーションを行ったりですとか、その他販促を考えたりする仕事をしてます。はい、まあ、企画業務ですね。はい、つまり国内で売るための準備をしているというところですね。まあそうですかね。はい、ってことは名言はできませんけど、はい、ってことはですよ、お値段とかも決めるのもヤマハ発動機さんですよね。そうですね、でも値段は言えません。はい、申し訳ないです。はい、言えないことが多そうですね。で気になるのは欧州でも ね試乗会やったんですけど、国内モデルとして売るときに、まあ、今ここにあるのは欧州モデルということでいいんでしょうか。一応そうなんですけど、生産施策なのかな、ちょっとそこも明言はできない。なるほど、状況で申し訳ないんですけども、まあ、ちょっとまあ、その辺は、どこかわからないということで進めさせてもらいますけども、日本国内に導入するっていうところで値段は決まってないということなんですけども、仕様といいますか、例えば、ね、ちょっとシート高を下げたりとか、そういったモディファイが国内モデルとしてあるのかどうかとか。そうですね、非常にオフロード走ったりするモデルなんでシート高は高いっていうのは存じてますんで、その辺のところは考えはあります。はい、考えがあるという、はい、まだちょっと何かは言えないんですけども、こうご期待というところで、はい、勝手に想像してもらってますけど、そうすると、まあ、例えばワイズギアさんと一緒に何かしらのパーツがあったりとか。ご想像にお任せしますね、そこは。結構あれガードが硬いですね。そうですね。テネ700ですけど、もともと MT-07 っていうベース車があっての派生モデルだと思うんですけども、はい、派生モデルとしてこの辺が特に見てもらいたいってことありますでしょうか。そうですね、エンジンはもう素性の良さが分かっていると思うんで、はい、まあ、フレームとかですね、フロントフォークとかもメーターとか全く違う部分が多いんで、そこら辺はよく見てほしいなというふうに思いますね。はい、でちなみに日本国内ですと、ね、いろんなオフロード、はい、バイクが出たりとかアドベンチャーブームも来たりすると思うんですけども、はい、ちょっと毛色が違うのがこのテネ700かなと思うんですけど、その辺のアピールポイント。そうですね、ロングツーリングも可能ですし、まあ、拡張性もここ見てもらったら分かるようにあると思うんで、はい、まあ、ロングツーリングに行く人もショートツーリングに行く人も、まあ、林道走りたい人も公道走りたい人もみんなが楽しめるかなっていうふうには思ってますね。言ってみれば何でもできるバイクが登場すると。そうですね、はい、今まではまあツーリング2と、まあ、ダートまで入ってないけど、今回はダートもいけちゃうっていうような。いけると思いますね。はい、あまり明言をしていただけない感じですね。まあでもね、海外の映像を見るにもう相当ね、テネレ砂漠のイメージが出てますからね、結構楽しめるんじゃないかと思いますね。はい、実際の登場はですね、来年夏ということでいいでしょうか。そうですね、名言は避けますけど、乞うご期待というところでよろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、来年夏らしいですけども、それに先立ってモーターショーではまたがることができるそうなので、ぜひ皆さんモーターショーに来てみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。